はい、皆さんこんにちは。今回は中学3年生の英語 New Horizon の Let's r e a d 1 r マザーズ・ララバイについて解説していきたいと思います。まずは Let's r e a d の勉強の仕方を復習していきましょう。はい、大事なところがこちらです。まずは Let's r e a d の文法なんですが、文法はもうすでに習っていることばっかり出てきますんで、 今ままででで習習っっっったた文法であこれ理解ききてててななかかいうのをししりと復習し,ていきましょうテスト対策としては熟語がよく出ますんでねどういう表現の熟語かっていうのを印つけたりリストアップして頑張って覚えていきましょう。あとはね最近はあんまりこの本文まる出すっていうテストは少なくなってきてるんですがそういう先生に当たっている人は しっかりと内容を理解してどんな話なのかなっていうのを掴んでいきますまあねこれ読み物なんでねしっかりと意味を理解してあの楽しんで読んでもらえたらと思いますでは頑張っていきましょうはいでは52ページを開いてくださいこちらの建物何かわかりますでしょうか広島の原爆ドームですねどうも戦争の話のような気がしてきますが <laughs> 読んでいきましょうか えーえー、大きくくて古い木が広島市の近くのの近道路のそばに立っていますあっ余談なんですがねこの話私があの中学生の時から載ってるんで結構ねあの歴史あるというかずっと載ってるやつなんです。で文章自体もねそんなに え難しくないのでぜひ自分で役にチャレンジしてみたいっていう人は一回動画を止めて、えー、自分で役を取ってみてで答え合わせとして使ってもらえると一番ね、えー、効果はあると思いますぜひそうやる人はチャレンジしてみてくださいはい続けます the years, it has seen many things えー、何年もの間それは多くのことを見てきました、えー、こういうい Through the years えこういうのが熟語ですね。スルーっていうのが前置詞でこう、えー、通り抜けるスルー <laughs> というイメージですね。まあ、最近だと既読スルーとかで、えー、使ったりするから知ってる人も多いでしょう。えー、このイットはこの、えー、どこだこれ。あ、ビッグオールトリー。このことですね。実はこの話ってね、視点が木なんですよ。<laughs> あの、 木目線で話が進むのでそのつもりで読んでくださいね。ある夏の夜その木は子守歌を聞きました。あ、ララバイが子守歌という意味なんですね。一人の <laughs> 母親が木の下で。 彼女の小さな娘に歌っていましたよ。彼女らは幸せそうに見えました。そしてその歌は美しく聞こえました。でこの「えー、sounded」が今回は「聞こえる」で使われてますね。で「sweet」これは日本語で言うと「甘い」が一般的なんですが、こう。 こうなんやろ <laughs> 心地よい、美しいみたいなね意味で使ってもらえるといいでしょう。ね、甘く聞こえるって意味わからんからね。But the tree remembered something sad.、えー、しかしその木はある悲しいことを思い出したのです。Yes, it was some 80 years ago.I had e r a lullaby that night too. そう、それは。 約80年前のことでした。私はその夜も子守歌を聴いたのです。えー、ここ注意ですね。サムがいくつかのじゃなくて「約みたいなねおおよそって意味で使われているのでちょっと気をつけてください。はい。On the morning of that day a big bomb fell on the city of Hiroshima。 はい、ここからね海藻に入るんですねえ木の海藻です <laughs> ちょっとねすごい文章ですよね、えー、その日の朝大きな爆弾が広島市に落ちました、まあ、何のことかわかるよね原子爆弾でしょうはい多くの人々が命を失いまた多くの人が 他の多くの人も怪我を負いましたと怪我をしましたということですねえこれ「ライブズと呼んで「ライフの複数形ですからね「住んでいる」の「リブじゃないよ今回は「ライフ命」ということで使われているので「命を失った」という意味で捉えるといいでしょうえでは「インジャー e が怪我を負ったっていう意味の単語なんで

それらの人々を見てとても悲しい気持ちでしたはい、なんか抜けてたね <laughs> It was a very hot day はい、とても暑い日のことでしたさあ歴史、ちゃんと勉強してるかな何月何日でしたでしょうか8月6日だったよね、確か原子爆弾落ちたのがなのでもう真夏も真夏です some of the people fell down near me the fell near 人々の中には私の近くで倒れるものもいました。ということで、えー、fell down これまあ熟語と捉えてくれていいんですが、えー、fell が fall 落ちるという意味の動詞になります。down を下にというイメージですね。でそれとセットで使われているんで、こうなんかバタッと、えー、倒れ込んだみたいな意味で使うといいかと思います。はい I said to them, come and rest in my shade. You'll be alright soon.、えー、私は彼らに言いました。えー、こちらに来て私のお陰でおやすみなさいと。すぐに良くなりますよ。えー、かな。えー、U の後ろ、Will が来てるんで、B e 動詞が原型になりますね。あのね、結構ね、頻繁に聞いてるんやけど、 助動詞の後ろを動詞の原型になるってね知らん人がねあの結構多いんですよねここ気をつけてくださいね「A、Night came、ね、夜が来ました」と「Some people were already dead、はい」人々の中にはすでに死んでいる人もいました「はい、Dead が「死んでいる」っていう状態を表す形容詞ですね この死ぬ系の単語ってね <laughs>、あのー、結構ねいろんな形品詞によって使い方が違うのでこれ気をつけてくださいね。はい、I had a weak voice 私はか弱い声を聞きました。Weak <laughs> が、えー、これが、えー、弱いという意味ですね。 あのチョッパーのウィークポイントって、えー、それはチョッパーやったっけ <laughs> ごめん、忘れたよ。あの、はい、多分それです。<laughs> It was a lullaby、えー。それは子守歌でした。A young girl was singing to a little boy、えー。幼い女の子は小さな男の子に歌っていました。はい、なんかさっきのシーンとかぶりますね。今度は 幼いヤングガールが小さな男の子にまあ小さなってあのセガじゃないよ <laughs> あのもっと年下のっていう意味でしょうねえ男の子に歌を歌っていたと「マミマミ The boy cried」「お母ちゃんお母ちゃん」とその男の子は泣きました「don't cry! The girl said、ね」え「ー、女の子は泣かないで」とその少女は言いました。 Mommy is here、ね、お母さんはここにいるわって言ってるんですね。これ,これね普通に意味取れると思うんだけど国語力のない人に聞くとさえ「どうしてお母さんここにいるの?」って言ったんですかって聞くとさあ「お母さんの幽霊が降臨して」みたいなこと言うけどもちろん違うよ、ね。「お母さんここにいるよ」って男の子に言って安心させているっていうことでしょうね。はい そこを読み違えたら急にホラーになるから気をつけてね。Then she began to sing again. えー、そして彼女はまた歌い始めました。はい彼女はとてもか弱い様子でした。が、そのかわいそうな男の子のために母親になろうとしました。はい、ちょっと文法解説入れようか。 Try to. トライの後ろは不停止が来れるんでしたよね。で今回は B 同士の原型が来てるので「何々になろうとした」ぐらいの意味で捉えてください。She held him in her arm, like、a mother. 彼女は本当の母親のように彼を腕に抱きしめましたと。この「Held」が「hold」。 という単語の過去形ですねこれなかなか知らん人多いから気をつけてね。えー、この「like」は何々のようにという意味になります。はい。m m y The boy was still crying. お母ちゃん、えー、その少年は <laughs> ごめんね、男の子から少年に変わったね <laughs>。まあどっちでもいいでしょう。えー、まだ泣いていました。Be a good boy, set a to go. えいいこれ B 同士の原型から始まってるから命令文ってやつですね思い出していきましょう。You'll be alright 大、はいまあ、大丈丈夫夫だかからね、はいえー、大丈夫かな彼女はその男の子をもっとしっかり抱きしめ。 再び歌い始めましたで「more tightly」これ比較級のやつやね「tightly」が、えーね、これねこれ愛が一つしかないんですが長い方の副詞ですなので「もっと強く抱きしめて」という意味になります。ね悲しい話やね 「しばらくしてその男の子は泣くのをやめて静かに亡くなりました」この「died」は「d i e という「死ぬ」という動詞の過去形になります But the little mother did not stop singing. しかし小さな母親は歌うのをやめませんでした「ストップ」の後ろは同名詞が目的語に来れるので歌うのをやめなかった という意味になりますで一応 <laughs> 言っとくけど小さな母親はやからまた幽霊降臨したん違うよ <laughs> もちろんさっきから男の子に歌っているこの女の子のことを小さな母親はっていう比喩表現ですからねホーラーじゃないよ気をつけてねはい「It was a sad lullaby」それは悲しい子守歌でした The girl's v o c e become became weaker weaker and weaker. この辺ねテスト好きなんですよねよく出されてますわ、えー、その少女の声はだんだんと弱くなっていきました weaker and weaker で、えー、比較器をつなげてるんですねだからまあだんだんと徐々にという意味になります morning came and the sun rose but the girl never moved again、はい 朝がが来て太陽が昇りましたしかしその少女は二度と動くことはありませんでした、えー、つまりどうなったかというとお亡くななりにっってしまったんですね <laughs> この辺りねあの国語苦手ないとね何が起こったか読み取れない人もいるのでしっかりと状況を理解していってくださいあちなみにこちら「Rose」が「Rise」「上がる」という意味の動詞の過去形になります、はい、ぐらいでよろしいですかね はい。ということで、今回はこんな感じでさらっと通ってみたんですが、いかがだったでしょうかテスト対策としては、しっかりと熟語をリストアップして意味がわかるように。あとは、今まで習った文法で知らなかったものをしっかりと復習していきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。